家畜連線病予防法の改正事項についてご報告を申し上げたいと思います。この改正については昨年の口蹄疫蔓延の事態に対応するために口蹄疫対策特別措置法を制定いたしましたけれども、その中にもこの家畜伝染病予防法の本体について、速やかに改正作業に入るということをうたっておりまして、で我が党としてでもこの家畜伝染病予防法の改正案を作るということを昨年の口蹄疫対策本部で決定をいたしまして、 PT を立ち上げまして、私が PT の座長、そしてこの江藤拓先生が副座長ということで、進めてまいったものであります。で今回特にこの改正案の提出を、急いだのは鳥インフルエンザが全国で発生していると、でこれらに早急に対応するためにも改正を急がなければいけないということで急いだものであります。まず第一、防疫事務に係る国と都道府県の役割分担。昨年の口蹄疫の時にもこの国の役割、それから都道府県、県の役割、必ずしも明確ではありませんで、そのことによって混乱をしたケースが多かったわけであります。でここで整理をいたしまして、この防疫事務については、法定受託事務とをする現行の枠組みを維持をするということ、それに加えて国並びに都道府県の並びに、畜産農家の果たすべき責務役割を法律に明記をする。でこの法律は市町村の役割が出てきておりませんが、市町村についても都道府県が実施する防疫事務への協力の求めに応じた場合の財政的支援について法律に明記をするということにしております。それから2番目として対策本部の設置。これは特定家畜伝染病のうち、伝染病4疾病についてはですね、必ず対策本部を国とそれから都道府県に設置をするということにいたしております。で合わせてこの農水省内にこの家畜伝染病に対するこの対策室を常設をするということといたしております。それから第3として、発生初期段階の情報収集その他の防疫の強化でありますけれども、通報ルールをきちっと定めるということにしたいと思います。大臣が定める一定の症状に該当する場合等に獣医師家畜所有者に都道府県知事への通報を義務付けるということにいたしたいと思います。現在の家電法にはありません。それから2番目ですけれども、初動対応のための基金の設置。でこれは、都道府県が初動の防疫措置を迅速に行えるように、初動対応に使える基金を独立行政法人農畜産業振興機構 AIC に設置することを法律に明記をするというものであります。で昨年の例でも初動対応が問題になりました。で11年前の80数年ぶりに口蹄疫が発生をしたときに、この我が党の農林部会最高顧問であった江藤隆先生がまず100億用意をすると、でそのことで現場で迅速に何でも考えうるあらゆることをやるということを心配せずに やってもらったわけでありますけれども、今回はそういうことにはなりませんでした、残念ながら。ということでありますので、初動対応にしっかりと使えるような基金を設置をするということにしております。それから貿易に必要な物品の確保についても定めております。で第4に、一般車両等の通行制限遮断及び消毒の義務付けでありますけれども、まず一般車両等の通行制限遮断、これについて現行法でも72時間以内という規定があります。しかし現にですね、昨年の口蹄疫の時も72時間というそういう短時間で、交通規制、通行制限遮断というものはできませんでした。この72時間というのは初動対応のための体制作りに時間を要するのが大体72時間ということで、人の感染症の場合も72時間となっておりますけれども、現実に対応するためには72時間というこの制限を取っ払った上で、今この交通の遮断の対象になっていない鳥インフルエンザについても対象とするということであります。
それから一般車両等の消毒の義務付けについては、まず畜産関係者の車両については農場等を出入りする際などの消毒を義務付けるということにいたします。それから一般車両等については特定家畜伝染病に限って特措法4条の規定を参考に車両等の消毒を義務付けるということにいたしたいと思います。それから予防的殺処分、これは昨年の工程域特措法で初めて規定をしたところでございますが、工程域に限って特措法6条の規定を参考に健康畜の予防的殺処分の規定を家電法本体に設けるということにしたいと思います。で、埋却義務者埋却支援については現行法通りでございますが、家畜貿易員による売却支援措置の規定を公定期特措法並みに設けるということとしたいと思います。売却地の確保について、第一次的には家畜所有者が行うということでございますけれども、家畜所有者が売却地を確保できない場合に対応するために県はあらかじめ焼却売却地の僕は都道府県はあらかじめ売却地の確保に努めるものとし、国は県に対し必要な協力支援を行うものとするとしたいと思います。で、第8貿易措置における例外的取り扱い、これも大きな問題になりました。で、主有牛等について殺処分の対象としないという特例は設けないと、例外は設けないということとしたいと思います。で、そして都道府県はその管理する主有牛等について緊急時に備え分散飼育に努めるものとするというふうにいたしております。第9、ここが問題でありますけれども、手当金の引き上げ保証等について、特定家畜伝染病にかかる手当金について現行は5分の4ということになっておりますけれども、完畜・疑似完畜の区別なく評価額の全額5分の5を支払うものといたします。特定家畜伝染病はそれに伴いまして家畜共済の対象としないこととするとしたいと思っております。で、特定家畜伝染病4疾病、この口蹄疫 BSE、 高病原性鳥インフルエンザ、それからトンコレラ、この4病については5分の5というふうにいたします。予防的殺処分に関連してでありますけれども、それに伴う経済的補償についてはこれも評価額の全額5分の5に加え、宇部仮市営業利益も含めて対象となるよう具体的な例示をした上で、補償の範囲を明確化するということにしたいと思います。で、さらに、通報貿易体制に問題があった場合に、手当金の削減、返還を求めることができる旨の規定を設けております。で、第10、家畜の移動禁止等により生じた損失の補填でありますが、特定家畜伝染病に関し、移動禁止等により、家畜の所有者に生じた損失の補填について、これも公定期特措法第20条を参考にその対象を拡大するということにいたしております。第11、対処費用の国負担でありますけれども、国は特定家畜伝染病に関し都道府県等が要する対処費用、埋却、焼却、ワクチン等の費用につきまして、実質的に都道府県が負担する部分を生じさせることのないよう必要な措置を講ずるものといたしております。第12、家畜貿易員の確保であります。都道府県は農林水産大臣が定める基準に従い、家畜貿易員を確保するよう努めるものとする。家畜貿易員が不足をしているということはもう、認識を共有されてきているのではないかと思っておりまして、その上でですね、国は都道府県の家畜貿易員の確保について財政的な支援を行うものとしております。で、さらに都道府県は民間の獣医師の中から非常勤の家畜貿易員を任命することができる旨の規定を設けております。民間の獣医師さんが例えば農業共済に所属する獣医師さんや、あるいはさらにボランティアで、昨年の公定期の時に宮崎に入っていただいた獣医師さんもたくさんおいでになります。またさらには各県の公務員たる獣医師さんもおいでになりましたけれども、非常勤公務員、非常勤の家畜貿易員の資格で、当たっていただくということができるようにしたいと思います。第13、水際対策の強化。家畜貿易官が海外からの入国者に対して必要な質問を行い、
必要に応じて携帯品の消毒を行うことができる旨の規定を設けたいと思います。実はこの水際対策、現行の家畜伝染病予防法にはいわば食肉あるいは卵などのこの検査ということは入っているわけでありますけれども、人それから経口品の水際検査については入っておりません。今すでにこの地方空港なども国際路線がたくさんあります。そういうことで水際対策を法律に明記した上で強化してまいりたいと思っております。その他でありますけれども、家畜所有者に対して一定期間ごとに農場の所在地、飼育畜種、飼育頭数、飼育状況等の事項について都道府県知事に報告することを義務付けるということにいたしたいと思います。今現行の家電法の中にはこれは入っておりません。それから最後にですね、手当金損失の補填等の拡充に係る改正は、平成22年11月以降に発生した特定家畜伝染病、この工業原性鳥インフルエンザ等の被害についても訴求して適用するということにいたしております。22年11月というのは島根県で発生したあの事例についても訴求して適用すると。でその他米印が2つついておりますけれども、これについては衆参両院の委員会の付帯決議に盛り込みたいという条項であります。一つは動物衛生研究所の組織の在り方について検証委員会報告書を踏まえて付帯決議等に盛り込む。検証委員会の報告書にはですね、現在独立行政法人となっている動物衛生研究所について、この人の感染症にかかる国立、衛生研究所と同様にですね、国立の組織に戻すということについて検討すべきであると書いてありましたけれども、そのことの検討について付帯条項に付帯決議に盛り込みたいと思います。それから特定家畜伝染病が蔓延した場合の生産者等の経営及び生活再建等について特別措置法、特措法と同様に十分な経済的支援がなされるよう付帯決議等に盛り込んでいきたいと思います。公定期特措法22条に基金復興のための基金の設置というものを盛り込みました。あるいは27条に手当金等に対する非課税の措置も盛り込んでおりますけれども、それらを含めてですね、これは家畜伝染病予防法の法律事項ではありませんけれども、検討すべき事項として、付帯決議に盛り込んでいきたいと思っております。我々としてはできる限り早くこの家畜伝染病予防法の成立をさせたいという気持ちで、これから政府あるいは与党と折衝に当たっていきたいと思っております。以上でございます。